今を遡ること少し前、北の果てアイスランドの地下深く、火山脈に温められた巨大な地下空洞で調査隊が見つけたものは、太古の時代から生き残ってきた恐竜たちでありました。研究のために南の島に連れて行かれた恐竜たちは、気候が性に合ったのか爆発的に大増殖とか言ったわけで、あちらこちらの南の島に猛獣使いならぬ恐竜使いを養成する学校が設立されたのであります。始まりましたダイナアイラン予告編。まずは自己紹介。私伊藤エミリ14歳。この南の島にある恐竜使いの学校に入学したばかりの新入生です。今日はここダイナアイランの舞台である南の島を案内したいって。ちょっとエミリ、私も彼女は自分でやるわ。エミリ私の名前はアンジェ。エミリとは双子の姉妹。オチ美人の方がアンジェ。伊藤アンジェよ。美人アンジェ、美人の方が。顔ほとんど同じなんだけどね。それから彼がクラスメイトの水島リロンくんです。よろしく。漢字で書くとこうです。ここが私たちの学校。未来の恐竜使いを夢見て一生懸命勉強しています。学校というよりもお城みたいね。これは島にいる野生の恐竜たちの侵入を防ぐためです。何よ、恐竜が入ってきているじゃない。これは学校で飼育している恐竜。でもおとなしいのよ。こんな作りになってるのはこの恐竜たちが逃げ出さないためでもあるのね。その通り。ほら、上から見たらよくわかるだろ。そんな絵があるならもっと早く見せてよ。いや、物には順番ってものが。私たちにとって音楽の授業はとっても大切な授業です。毎日歌と楽器の授業があるのよね。あ、ディロン君の番よ。恐竜はどういうわけか音楽で操ることができるからなのです。それにしても変な連中。なんで、可愛いのに。可愛くったって変でしょうが。次、伊藤エミリ、やってみろ。はい。あー、私も早く素敵な恐竜使いになりたいわ。甘いわ、甘いわ、エミリ。恐竜使いは私の壮大な夢の第一歩。末は恐竜統合企業のオーナーとなって世界経済をこの手で牛耳るのよ。リーロン、その笑いなんとかならないの？
なこともたまにはあったりして。発見された頃には数少ない恐竜たちでしたが、今では世界中どこの町でも見かけるようになりました。増えたはいいんだけど、あんなに増えるなんてびっくりもんよね。そこで恐竜使いという職業が生まれたのです。録音テープを使えばそんな職業はいらないんじゃないかと思っている君、そう単純にはいかないのよ。これが簡単なことなら大丈夫なんだけど、複雑なことをさせるには人間の歌声や生演奏が必要なの。それはそれとして、妙な風景。この南の島に私たちの学校があります。次は南の島をちょっと歩いてみましょう。ここは野生の恐竜がいるから入っちゃいけないんだけど、ま、いっか。ジャングルにはこんな大きな恐竜たちがいます。やっぱり恐竜はこれくらい大きくなくちゃね。見て見てアンジェ、島が見渡せるよ。この島にはいろいろたくさんの恐竜がいるんですね。あ？脅かすな！バーカー！そしてこの南の島、実は火山島です。それで暑いのね。そういうわけで温泉があったりします。あ、いい余裕。向こうにもいいし、美容にもいいし、極楽極楽。あ、念のために言っとくけど、本編とは関係ないからね。多分。あ、エミリーたち温泉に入ってきた？あれ、なんでわかるの？決まってるじゃないの。湯上がりは美しさ300倍だからよ。硫黄臭い。こいつは。いけない、次は歌のテスト。こんなことしている場合じゃなかった。行くわよ、エミリー。あー、待って。あ、それじゃあ本編でまた会いましょうね。バイバイ。美人の方がアンジェだからね。あの竹本泉ワールドが帰ってきた。ゲームアーツが総力を挙げてお届けするユニミミックスに続くマルチストーリーマルチエンディングのインタラクティブコミック第2弾、その名はダイナーアイラン。恐竜ひしめく南の島で起こる大事件。あー、双子の美少女の運命やいかに。違うでしょ。ごくごく普通の女の子エミリと、やっぱり普通、普通の女の子アンジェが、なんでそこで口ごむ。恐竜使いの学校で夢に恋に勉強に上を下への大騒ぎ。あいやいやいや。そして忘れちゃいけないお約束。97年最大の話題作、ダイナアイラン、97年発売予定。制作絶好調。終わった終わった。今日はあっちこっち歩き回ったもんね。もうずっと温泉に入っていたいって感じ。
るか、恐竜が。Thank you.
Or...